申し込む。鳥居美幸11年の夫婦生活語る、やっていない結婚してから。お笑いタレント鳥居美幸36が3日放送の日本テレビ系有吉反省会土曜のち11時半で夫婦生活について語った。私鳥居美幸は結婚生活11年目ですが、自宅で旦那とほとんど会話をしないことを反省しに参りましたと告白。8年に結婚したが、自宅でも目を合わせずに食事も別々、会話もしていない姿が紹介された。鳥居は会話って必要なんですか？昔から喋ることをしていないし、喋ると損しませんか？と独特な感性を披露。夫についても、もともと友達で同じタイミングで東京に出たい時があって、一緒に東京で住もうってなってルームシェアしたと告白。田舎に住んで親が厳しいので同棲とか不潔ってなって、もういいか入籍しようってなったと結婚に至る経緯を語った。肉体関係を問われると、私は人に触れるのがダメなんですよ。やってない、結婚してから。友達だった時は苦いとセックスレスを告白。変な潔癖で今は〇〇行為ばっかりと話すと、 MC 有吉弘行43は自分とバカリズム42と鳥居を指差し、ここのライン一緒と同じ趣味を持つと同意した。鳥居が今日したいって時は2駅くらい手前で降りて歩くってやりませんか？じらすみたいなと言うと、バカリズムはそこまで上級者じゃないと苦笑いした。番組恒例のみそぎ、わーいさい弁当を作ることで、鳥居が手間かけて作った弁当を夫は完食。会話はないが、お礼のメールが届くなど、関係が変化していることが紹介された。